環境ストレスに対してその硫黄を含む化合物とかがどういうふうに働いてるかっていう、植物をどのように育てたら良くなるかとか、分からないことが分かるとまた次の分からないことが出てくるという、ハッピーな人生を送ってほしいなとは思います。私が所属している分野はその植物科学の中でもその植物栄養学っていう分野があるんですけれども、無機イオンを吸収してそれをこうどういうふうに有機物に同化していくかっていうようなことを研究するのと、あとその同化とか輸送のプロセスがどういうふうに調節されているかっていうようなことを研究する分野です。植物をどのように育てたら良くなるかとか、どういう肥料をあげたらこの土壌環境にちょうどいいかとか、割と農業生産に直結している部分でもありながら、その基礎的にもよく分かってないところが多いっていう分野かなと思います。光合成とかをイメージしていただくといいかもしれない。なんか二酸化炭素を私たちが食べてもどうもならないけど、植物はその二酸化炭素を吸って、それをあの炭素が連なったような有機物、その糖とか炭水化物にしてくれて、それを私たちが食べると、まあ、なんかカロリーになるというか、なんかそういうイメージです。まあ、私たちがしているのは主にその環境ストレスに対してその硫黄を含む化合物とかがどういうふうに働いてるかっていうことをしてるんですけど、硫黄の同化を良くすると環境ストレスにも耐性のある植物を作れるんじゃないかっていう意味で環境ストレスというふうに、はい、書いています。なんか生物には子どもの頃から興味があって、食べ物も好きだったので、それを合わせると植物になるというかあ、でも大学に入る時はそんなに強い意志はなくって、ただなんだろう、ぼーっとした子供だったので、仕事として何をしようとかいう考えがあんまり高校生の時になくて、何をしたいかなって言ったら生物の勉強ができたらいいなくらいな感じで、私その理学部の生物学科なんですけど、理学部ってなんか高校生にすると何するんだろう、なんかよく分かんない学科じゃないですか。なんかそれもちょっと楽しみ感があったというか、ちょっとこう新しい世界に入ってみたい。学生の時は研究者になろうとかあんまし思ってなかったんですけど、卒業研究で研究室に入って、どうせやるんだったらそういう好きなことをする方がいいなと思って、結局そうしました。修士博士でやってた酵素がシアンを解毒するんだけれども、そのシアンを解毒する酵素がシステインを作る酵素と、まあ、似てたんですね。それで、まあ、なんかまあシアン面白いけど、なんていうか毒だから、毒っていうかたまたま出てくるものなので、それだったらもうちょっとこう窒素とか硫黄とか、よりその植物が生きていくのに重要なもののことの研究をしてみようかなっていうのと、あとどっちみちその博士研究員になる時にはどっか外に出ないといけなかったので、ちょいシフトな感じでそっちにの研究を始めました。でもなんかやっぱりその研究してる人みんなそうだと思うんですけど、なんか自分がなんかこう分からないことに取り組んで、初めてそれをなんかこううまく説明できたとか、そういうのはやっぱり楽しいモチベーションになることだと思います。飢餓になると脂肪が分解されるみたいな感じで、そういうことが、まあ、植物の硫黄の場合も起こるんですよね。なんか貯蔵されてる硫黄が少なくなると分解されるとか、それを作るステップが止まるとか、でも起こるきっかけと起こることは分かっているけれども、この間は割とブラックボックスで、その間にあるものを探したいときは、まあ、似たような反応を調節しているものを探すとか、あとは全然分かってないことをその反応から遡って、その反応が起きなくなるような変異体っていうのを探知したりして、
どういうタンパク質がこの間に入って介在してるかっていうようなことを決めるような実験があるんですけど、そういうのはこう宝探し的な感じでとても楽しいですね。分からないことが分かるとまた次の分からないことが出てくるというか、それはやっぱ研究してる人は面白いなと思っているところだと思います。なんか日本の大学のいいところって、その各学生さんが自分のテーマを持って、まあ、一人一人がなんか小さい研究者じゃないんですけどみたいな感じで主体性を持って研究に取り組むっていうのは、まあ、あるスタイルだと思うんですよね。でそれによってこう学べることが多いというか、その自分で一つの問題に関して仮説を立ててどういう実験をしたらいいんじゃないかっていうことを指導教員と一緒に考えて、で、まあ、やってみたけどこれは違うみたい、これをやったらうまくいったとか、まあ、なんかその過程でこう英語の論文を読む力とか、その自分がこの研究に取り組む前に蓄積されてきたなんかその過去の知見を勉強して、それをなんていうんですかね、自分の研究にこう昇華させるというか、自分がやったことをまとめて発表するとか、なんかそういう能力は一通りつくと思うんですよね。社会人になるとか世の中で生きていくときに、うまくこう自分の考えとかその仮説的なこととか、こういうことが分かってるけどこういうことは分かってないみたいなことをちゃんと説明できるって大事じゃないですか。なんか、なんかそういう力は意外とつけるのが難しいんじゃないかなと思って、普通に勉強する、だって研究室って一つのファミリーじゃないけど、まあ、集団じゃないですか。会社で言ったら一つの部署みたいな感じなので、そこでなんか自分がこうどう貢献して集団の中でどういうふうに人とやっていくとうまいこと研究成果につながるとか、そういうのが一通り学べるような気がします。あとなんか一人でずっと考えてるっていうよりは、定期的にディスカッションをして、あこうかもねこうかもねみたいに指導教員とも考えるし、セミナーでその先輩たちからの意見をもらったりもするし、まあ、学会発表でも同じようなことがあるので、割と対話的な環境はあるんじゃないかなと思います。その植物育てる過程があるので、なんていうか一つの実験をするにも、ただ種まいてそれが育つのを待ってると、ここに10日くらいブランクができるんですよ。ちゃんとこうなんて順序立てて、これが分かったらこれをして、この結果によってこっちにするかこっちにするか決めてみたいな、なんかそういう計画立ては割と一緒にして、でそれをなんていうか、そのスケジュール帳に当てはめて、これやってる間にこれをしましょうねとかいうのは最初一緒にしますね。理想はその自立を助けるというか、最初はこういうふうに一緒に組み立てるけど、そのうちもう自分で文献とかも読んだら独り立ちしてくださいっていう感じです。ありていに言えばその世の中に貢献する人になってくれれば嬉しいですけど、でもなんかやっぱり一緒に何年間か共に過ごすじゃないですか。やっぱそのハッピーな人生を送ってほしいなとは思います。就職活動とかでよく言われるのは、自分を知らないと面談とかでうまく話せない、勉強だけしてるとあんまり分かんないじゃないですか。なんかその人と付き合ったり話したりこう何かをやろうとしたけど、自分はこういうのが苦手でこういうのは得意だなっていうのが、多分いろんなことをやってみると分かると思うんですよね。で科学をすると、なんていうかそれはおかしいでしょうとか、それは理屈に合ってないでしょうとかいうのは分かるじゃないですか。なんかそういうのを身につけて流されるんじゃなくて、自分なりの軸を持っていろんなことに対して意見を持ったり自分なりの行動ができるっていうのが父番の本当は目標だと思います。あ、でも、はい、でも研究者になってくれる人がいるのが一番嬉しいです。
留学生の人はバックグラウンドがすごく違っていて、でもやっぱすごく意欲があったり、すごいなんかやる気があってどんどん吸収していくみたいな、なんかその交わることにはすごい意味があるような気がして、一番私にとって大きかったのは、なんかそんなにハードルがあるって思わなくていいんだって思ったのは自分にとってはすごく良かったです。研究面ではよりなんていうんですかね、その同化を高めるって言ってもこっちが立てばこっちが立たないような状況があるんですよね。なので、私たちが昔からやってる転写因子があるんですけれども、それが働く仕組みを明らかにすることで、両方が立つような、その異様の同化能が高くてかつなんかいい成分も多いっていうような植物を、モデル植物でいいから作るところまでいきたいなと思っています。あとはなんか、いろんな植物にアプライできる時代にもなってきたので、それを、共同研究レベルでやっていきたいなと思っています。あとはこの植物の成長と発達とか他の元素との関連とかで、今までしてきた研究の中からなんかこうヒントを見つけて、一つの栄養素だけではなくて植物全体の中でその代謝系なりその代謝物がまたどう働いてるかっていうような研究を展開していけたらなと思っています。なんか今すごいやっぱ情報がいろいろある時代だと思うんですけど、ちょっと一回こう静かに自分が普段何が好きで何が嫌でどういうことをしている時に楽しいとかいうことをイメージして、なんかそういうのを考えると、なんか今ちょっと興味がある分野とかなんかやってみたいことっていうのは出てくるんじゃないかと思うんですよね。で、大学ってやっぱり必ずしも就職を目指す場所じゃないじゃないですか。その時々で、あ、これに興味があるって思うことを一つ選んで、なんかその時は感覚でいいと思うんですよね。だけど決めたことには責任を持ってなんかしっかり取り組むっていうのを積み重ねていったら、なんかもう先がないっていうことは絶対ないんじゃないかなと思います。なので、その時々自分がいいなって思ったことに対して正直にそこに進む。で、その時には周りの人がわんわん言うことじゃなくって、自分の内面の声に耳を傾けて選択する。で、それがなんか自分の好きな人がそういうことをしてるからとかでも、何でもいいと思うんですよ。だけどこの選択は自分がした選択なんだっていう、こう責任を持ってちゃんと取り組んでいくっていうのを続けていったら、なんか積算じゃないですか、大人になるとかって。なんかそれで、人生はなんとかなっていくんじゃないかなと私は思うんですけど、なんかこう最初からすごくこう遠いところを目指して、あ、自分はダメだとかできるかなとか思うんではなく、その日々の積み重ねの中でなんとかなっていくものだよっていうことを思ってもらえるのがいいんじゃないかなと思います。